両チームの先発投手をお知らせいたします。読売ジャイアンツは赤星、西山の登板0勝0敗、広島東洋カープは玉村、2試合目の登板0勝0敗となります。まもなく開始されます。広島東洋カープ対読売ジャイアンツのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻のジャイアンツは1番レフトオコエ、レフトオコエ背番号50、2番ショート坂本、ショート坂本背番号6、3番ライト梶谷、ライト梶谷背番号13、4番サード岡本、背番号25、5番ファースト中田、ファースト中田背番号10、6番キャッチャー大城、キャッチャー大城背番号24、7番センターブリンソン、センターブリンソン背番号42、8番セカンド門脇、セカンド門脇背番号35、ラストバッターはピッチャー赤星、ピッチャー赤星背番号31、監督は原辰徳。
5。6番サード、デビッドソン。サード、デビッドソン。背番号95。7番キャプテンは坂倉。キャプテンは坂倉。背番号31。8番ショート田中。ショート田中。背番号2。ラストバッターはピッチャー玉村。ピッチャー玉村。背番号65。この試合の審判は球審小林、塁審は一塁青木、二塁深谷、三塁山口。小林、青木、深谷、山口、以上4種審判でございます。なおこの試合の公式記録員は村林です。試合開始まで今しばらくお待ちください。本日この試合でベンチに入っております両チームの各選手をご紹介いたします。読売ジャイアンツ、ピッチャーは15番大勢、30番萩谷、31番高橋、53番高橋、54番直江、58番稲葉、63番田中大輝、64番大江、68番白木。以上9名。キャッチャーは22番小林、24番大島、27番石田。以上3名。内野手は0津田大輝、2番吉川、6番坂本、10番中田、23番松田、25番岡本、30番加藤、40番中山。以上8名。外野手は7番長野、8番丸、13番梶谷、40番グリーンソン、43番重信、50番オコエ。以上6名、計26名。ピッチャーは20番栗林、24番クロッパ、29番ケンパ、43番島口、45番松本、41番アンタ、49番ソメ、65番玉村、67番中村ペア、68番ターン。以上10名。27番相澤、31番坂倉、32番石原。以上3名。内野手は0上本、2番田中、7番堂林、10番マクベルム、33番三口、51番小園、54番ミラス、90番デビッド。以上8名。外野手は5番石川、9番秋山、37番野間、56番松山、59番大森。
以上5名、計26名でございます。大きなご声援よろしくお願いいたします。